You in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will find. Slow this down, my heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars, so let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stand by you forever. 皆さんこんにちは、ティオです。今回は動画でも お見せした通り、大阪の方へ旅行に行ってきたので、そちらの購入品紹介をしたいと思います。本も数冊購入しましたし、それ以外のものも購入したので、一挙に全部お見せしたいと思います。それではスタートです。
先にどうして今回大阪の旅行に行ったかというと、書店巡りをするのが目的ではなくて、アットコスメって知ってますか？多分コスメ好きの方は普通にご存知かなと思うんですけど、アットコスメっていうコスメが売っているところのポイントを集めていまして、そちらのポイントの有効期限がなんとその行った日の週に切れちゃうっていうことが、まあ、判明して、じゃあちょっと急遽そのポイントを使いに大阪に行こうってなったんですね。で、なんでわざわざ大阪かっていうと、愛知にもアットコスメあるんですけど、やっぱりちょっと規模が小さくて、取り扱っているブランド数が少なかったりと、私の欲しいものがなかったので、まあ欲しいものがありそうなまだ行きやすい大阪の方へ行ってきました。東京の方がね、それはもちろん大きいんだとは思うんですけど、やっぱり旅費が大阪に行くのとは違って倍ほどかかってしまうので、まあ、今回は大阪に行ってきたという感じです。ではそのまずアットコスメで購入したものからちょっと紹介していきたいんですけど、ちょっとここを片付けます。はい、ちょっとこちらへ寄せました。あ、本は後半に紹介しようかなと思っているので、前半の本以外の購入品の部分は飛ばしたいっていう方はペロッポに出しておきますが、この分数まで飛んで見てみてください。はい、で、早速アットコスメで購入したのはですね、こちらのシャネルのアイシャドウを購入しました。こちらのシリーズはもうすでに一つの色は持っていたんですけど、今回何を買おうかなということで、まあいろいろ店内を見回った結果、これにしようということで決めました。レベージュパレットルガールのテンダーという色味です。で、今回行ったのがもう11月に入ってからなので、案外クリスマスコフレもいろいろ売っていまして、結構アディクションだったり、あとどこだったかな、コスメデコルテとかだったかな、もうクリスマスコフレが売られていたんですけど、まあその辺も一通り見た結果、まあ既存のこちらが私は欲しいなと思ったので、こちらを購入してきました。で、もうこちらはですね、開封してすでに使っていまして、中身はこんな感じで、真っ黒の袋にここにシャネルのマークがあるんですけど、もうこれだけでね、高級感があるんですけど、中はこんな感じで白パテのパッケージになっています。で、中をちょっとお見せすると、じゃーん、こんな感じで入っていて、でちょっとこの透明のカバーを外すと、じゃーん、こんな感じの色味になっています。ここが案外ゴールドっぽいようなパール感になっていて、それがすごく可愛いなと思ったのと、まあ、この辺がちょっと今まで私が持っていないようなピンク系の色味だったので、ちょっと挑戦してみたいなと思って購入してみました。で、実際使ってみて、やっぱり今まで持ってたのとはちょっと違う色味だなって感じたんですけど、すごく肌なじみのいい色だったので買ってよかったです。はい、一つ目は高級コスメのシャネルのアイシャドウでした。では2点目はですね、こちらスターバックスで購入してきました。このクリスマス時期の限定商品のティバーナジョイフルメドレーというもののフルリーフということで、 80g 茶葉が入ったものになります。で、こちらのジョイフルメドレーは全国展開されていて、10個とか15個だったかな、のティーバッグ型のものは全店舗で多分置いてあるんですけど、このフルリーフ型っていうのは限られた店舗でしかなくって、今回ちょうど行ったところにあったので購入をしてきました。で、こちらまあそういうクリスマス用っていうか期間限定用っていうこともあって、ちょっと高くて3400円も出しちゃったんですけど、これ一昨年ぐらいから私大好きで、絶対スタバに行って頼んだり、そのティーバッグのものを今までも購入してきたんですけど、まあ、せっかく行って限られた店舗にしかないこのサイズのものもあったので、今回は奮発して買っちゃおうと思って買ってきました。これもね、早く当てて楽しみたいと思います。これ再来年の9月18までいいので、まあまだいっぱい他にありますし、ちょっと焦らずに
開けて楽しんでいこうかなと思っています。はい、でちょっと食べ物系が続きます。次はこちらのエクチュアの塩チョコレートになります。こちらエクチュアっていうところの塩チョコレートなんですけど、まあそのままなんですけど、何回か買ったことがあって、今回ビターを購入してきました。初めて買った時もビター味を購入してとっても美味しかったんですね。で、前回の時はミルク味を購入したんですよ。そしたら、まあ、ちょっと私そのミルク、牛乳っぽさがある食べ物、飲み物が苦手っていうのもあって、ちょっとミルク味は合わないなって思っていたので、今回行った時はもうビター味ということで購入をしてきました。ちょっと当ててみると、こんな感じで包まれてるんですけど、じゃーん、ちょっとビニールに入ってますが、こんな感じでエクチュアのロゴがしっかり入った塩チョコになっています。こうやって1枚で入ってるんですけど、この美味しい召し上がり方っていうのがあって、おすすめのお召し上がり方は1センチ角程度に細かく砕き、少しずつ舌の上で溶かしながらお召し上がりくださいって書いてありまして、1センチ角のね、ちょっと小さめにちゃんと割って食べると美味しいですよっていうものになります。で、こんな点しか入ってないとなんか案外すぐなくなっちゃうんじゃないかって思ってたんですけど、この1センチ角程度、本当に小さいように切って食べるので、まあ他の方に比べて私多分食べるスピードが極端に遅いんですけど、結構半年ぐらい持ちました。はい、これもね、徐々に食べていきたいと思っています。この箱も可愛いですよね。こんな感じで紐もついているので、誰かにお土産で渡すのもいいと思います。値段もそこまで高くなくて1200円とかなので、手が出しやすいかなと思います。チョコレートでした。で、もう一個チョコレートを購入してきたんですけど、それがこちらのリンツです。まあ、リンツはね、どこでも買えるかなと思うんですけど、全然愛知でも買えますし、で、なんで今回このリンツを大阪で買ってきたかっていうと、購入した方になんか60周年記念の新幹線のクリアファイルがもらえるっていうことだったので、まあ、新幹線がすごい好きかって言われるとそういうわけじゃないんですけど、まあ、もらえるものはもらっとこうという名古屋人のケチ魂ですねが働きまして、じゃあまあ同じ値段だしそこで買っとこうかなっていう感じで購入をしてきました。で、その購入してきたものなんですけど、じゃーん、こちらのクマの形をしたチョコレートになります。ミニリンツテディっていうものですね。で、こちらクリスマス専用の、クリスマスになったら出てくるものだそうです。で、これ5体クマがいるんですけど、この一つ一つが点線で分かれれるようになっていて、で、ここにトゥーなんとかって誰々って書けるので、贈り物にもいいですよっておっしゃってました。で、あとはこの上の部分がちょっと分かりにくいんですけど、穴が開けれるようになっていて、クリスマスツリーのオーナメントとして飾ることもできますっておっしゃってたんですね。でも、まあ、チョコレートだし、暖房の効いた冬のクリスマスツリーに飾っていたら溶けるんじゃないかなって私は思ってるんですけど、まあ、しかもそんなオーナメントを吊るすようなツリーないしとか、まあ、普通に順番に食べて楽しもうかなって思っています。で、こちらのチョコレートは多分一番一般的なミルクチョコ、リンツのミルクチョコがクマの形になっているというものだと思います。昔あの OT 形のサイズのウサギの形のものを購入したことあるんですけど、それもそのリンツの定番の味の OT、 そのウサギバージョンっていう感じだったので、これも特に何も書いてないですし、多分そういう感じで定番の味のクマの形バージョンなんだと思います。はい、チョコレートなのでね、ちょっと一旦冷蔵庫に入れてきました。はい、で、ここからは本関係の商品をご紹介したいと思うんですけど、本関係といって本と言ってないのはですね、まずこちらになります。
御翔印っていうもので、これ前から持ってるものなんですけど、今全国の500店舗ぐらいの本屋さんで、ああいうお寺さんであるみたいな御朱印みたいな感じで御翔印というものを300円で購入することができるんですね。で、ちょっと何年か前、2、3年前からそれは集めるのにハマっていて、だってですけど、まあその借り慣れてくるので店舗が買えたり買えなかったりいろいろしていたんですが、今回一旦2店舗で購入することができたので買ってきました。で、ですね、まず1店舗目が大阪鶴見にある清和堂書店さん。こちら結構有名、最近有名になってきて、ブックカバーが可愛い感じのところですね。そちら購入してきたので後で紹介します。で、もう1店舗が大阪淀屋橋にあるクローディア書店さんというところです。こちらすごいこじんまりとした個人店になるんですけど、すごく他の本屋にはないようなアートの本とかいろいろ置いてあって、ちょっとまた個性的な本屋さんだなと思いました。そちらの2店舗をね行ってきたんですけど、御書印一応お見せするとこんな感じです。こっちが清和堂書店さんで、こっちがクローディア書店さんになります。こんな感じでその場でこう日付を入れてくれたりとか、店舗によってはこのもう墨とか筆ペンとかでその場で書いていただけたり、まあもう書き置きがあってそちらを貼るっていうタイプ があったりいろいろするんですけど、店舗ごとにやっぱりいろいろハンコとかも違いますし、書いてある言葉も違いますし、また集めるのも一つ面白いかなと思っています。本好きの方でいろんな県に行くよという方はぜひね、こちら集めてみてください。それでは買ってきた本を順番に紹介したいと思います。まずはこのクローディア書店さんで購入したものをご紹介したいと思います。こんな可愛いしおりもいただきました。で、そちらの店舗は結構中古本を多く取り扱っている感じで、今回購入したのも中古本だったんですけど、あまり他では見たことがないような本だったので購入してみました。それがこちらです。世界ミステリーツアーという、どういう本なんだろう、世にも恐ろしい本当の話って書いてあって、なんかホラーみたいな感じなんですけど、中をパラパラっと見てとってもね面白そうだなと思ったんですよ。例えばそうですね、例えばイギリスだったら今もなおロンドン塔に響き渡る伯爵夫人の絶叫とか、アイルランドにもいた謎の固定怪獣とか、なんかそういうものですね。ミステリーツアーなので、ヨーロッパとか中東とかアフリカとかいろんな国の、あ、中東はないわ、中近東ならありました。中東はないですね。中近東があったんですけど、アフリカとかアジアとかのいろいろなそのミステリーというか、ちょっとした恐ろしい話というものが集められたものになります。こちら定価が1100円のものだったんですけど、900円で購入することができました。で、これ1992年発行の初版です。で、あんまり聞いたことない発行所は同文書院って書いてあって、あんまり聞いたことがない出版社さんですよね。東京にある会社みたいです。はい、まあ、ちょっとこれもねちょこちょこ読んでいきたいなと思っています。そう、このクローディア書店さんっていうのはこういう感じで、ちょっとあまり普通の本屋さんではパッとは目につかないような、すごい大型書店に行ったらあるのかもしれないですけど、そういう本がたくさん集まっていましたので、気になる方は場所をちょっと調べて行ってみてください。
それでは最後に清和堂書店さんで購入した本2冊ありますのでご紹介したいと思います。本の前に、1冊こんな黄色いポーチを買っていました。ブックポーチということで売られていたんですけど、中に本とかを入れて持ち歩いてくださいっていう感じで売られてました。この黄色と赤というかピンクというかっていう色の2種類が売っていて、こちらを購入してみました。やっぱりその書店さんのグッズを買うっていうのも楽しみの一つかなと思うので、文庫本用ブックポーチって書いてあるので、まあ、単行本とかは入れるともしかしたら裂けちゃうのかもしれないですね。新書ぐらいだったら入りそうな気がします。はい、これもまた今後の動画で出てくるかもしれないです。はい、で、ようやく本なんですけど、今日カバーが可愛いので1冊ずつ出したいと思います。まず1つ目はこちらのカバーを選びました。満月コーヒー店っていうあの本があると思うんですけど、そちらとコラボしたブックカバーになっています。こんな感じでとても青くて可愛いイラストが描かれています。ここに満月コーヒー店って書いてあります。で、しおりも一緒にもらえるんですけど、満月コーヒー店の店主の猫さんが写った満月ですね。で、後ろに清和堂っていう風に書いてあります。これを、まあ、例えば読んでる途中にこうやって挟ん、もうちょっと出そうかな、こうやって挟んだりとか、あんまり外だとこんなに出してね、あの挟むこと折れちゃうのでないんですけど、こうやって もし家にこう平置きっていうか、こういう風に見せておく収納がある家だったら、こういう風に置いておくとすごく可愛いんだろうなと思います。はい、で、じゃあ何の本を買ったのかと言いますと、じゃーん、人生はどこでもドア、リオンの14日間というドキドキの旅エッセイを購入してみました。まあ、今回旅行に行ったっていうことで、ちょっと旅に関するものを購入してみました。で、こちら結構新しくって新刊って書いてあったんですよね。令和6年9月に発売された結構新しい本です。ちょこっとだけチラチラって見ると、まあ少しイラストもありつつ会話文もありつつみたいな楽しい感じのエッセイになっています。で、解説が吉本バナナさんがされていて、それも面白そうだなと思ったので買ってみました。そう、この稲垣恵美子さんの絵がここに書いてあるんですけど、多分後ろのあらすじにもアフロ恵美子って書いてあって、実際にもしかしてアフロなのかなとか思ってます。もしかしたら中でね読んだらわかるのかもしれないんですけど、他の本でもアフロ恵美子の四季の食卓とかアフロって書いてあるので、アフロなんですかねこの方。これからもいろんなところにね、旅に行くと思うので、その旅エッセイを楽しみたいなと思います。はい。せっかくなので、カバーつけておきます。本当かわいいですよね。はい。では、本当の最後の最後の紹介になります。こちら、単行本を購入しました。外もだんだん暗くなっていっちゃって。じゃーん、こんな感じでミステリーニュースペーパーと書いてあって、探偵っていうこうカバーでした。で、こちら地図みたいなのが書いてあったり、後ろがこのシャーロックホームズが書いてあったりして、まあ本当に探偵っていう感じですね。こういうのもかっこいいなと思って買ってみました。このカバーに関しては主力版の本対応っていう風になっていて、文庫とか新書ではないみたいなんですけど、主力版ってどういうサイズって私はちょっとわからなくて、店員さんにお聞きしたところ、単行本のことですよって言われて、あ、単行本のこと主力版って言うんだと思って、今更そういう
ことを学びました。でこちらもしおりが一つついてきて、今回このシリーズに関しては3個から選べたんですね。しおりが時計と虫眼鏡とパイプっていう、やっぱりこの探偵に関したものだったんですけど、私がいただいたのはこちらのパイプにしました。うん、やっぱり探偵って言ったらパイプかなみたいな感じで、ここがねハテナの煙になっています。でまあこれはさっきの満月コーヒー店と違って、まあ刺したからよりなんかいい感じになるっていう感じではないんですけど、まあこんな感じで出せますっていう感じですね。はい、今回はこの2冊用のカバーをもらってきました。他にももう結構な種類があって、どれも可愛い感じだったので、また機会があれば行って違うカバーをもらっていきたいなと思っています。で肝心のこの本なんですけど、これ結構本屋でもなんか前に出されていたりとかして話題なのかなと思うんですが、じゃーん、これです。本を読んだことがない32歳が初めて本を読むというおもころさん企画の本ですね。走れメロスとかを読んだことない方が読んでいくっていう感じです。でこれ結構なんだろう、会話形式っていう感じで、ちょっとちらっとお見せするとこんな感じで、もう会話なんですよ。で写真もあったりとかして、結構そうですね、もう前編通して会話がすごく多い感じがします。で、私走れメロス伊達なのかなって勝手に思ってたんですけど、このここに書いてある4冊を読むみたいですね。走れメロスと一房のブドウと、芥川の、これは何て読むんだ、私も読んだことない本なんですよね。都市春って読むらしいです。このこれですね、都市春と本棚ですね、の4冊を読まれるみたいです。この本棚に関してはうてつさんの本みたいですね。はい、他は太宰とか芥川とかそういう感じなんですけど、もう32歳まで、まあ、一度も本を読んだことがない方っていうのがいらっしゃるんだなっていうのがまず驚きなんですけど、でも今って、まあ、この32歳っていうことを考えると、小学校の頃に読書習慣みたいなのがあったと思うんですよね。とか読書感想文を書くとか、夏休みの宿題であったりとかしてるので、まあ、一冊通してちゃんとは読んだことがないよっていう意味なのかなとは思っているんですが、まあ、ちょっとそれはどういう意味で本を初めて読むっておっしゃってるのかわからないですけど、まあ、この本をね一度読んでどういうことなのかなっていうのも確かめてみたいと思っています。これ結構前から気になっててなんですよ。1600円してて結構会話形式ということで、うーんと思ってたんですが、まあ、今回カバーがもらえるっていうことで、ちょうど欲しい本があまりなくこれぐらいしかなかったので、じゃあこれにしようと思って単行本はこれにしました。はいはい、ということで本としてはね3冊のご紹介だったんですけど、いろいろ紅茶だったりチョコレートだったりこの御朱印だったりいろんなものをご紹介させていただきました。こっちにしとこうかな。はい。いや、せっかくだからこれをこうやって立ててこんな感じにしとこうかな。こんな感じで本関係のものは4つご紹介させていただきました。やっぱりタフ店の、本屋さんに行くと新しい発見があったりとか、自分の町の本屋さんでは、まあ、売ってることは知ってるんだけど、ちょっと買うまででもないかなって思ってたものをタフ店でも人気なんだっていうのを見ると、ちょっと買ってみようかなって思ったりとか、そういうこともあるので、たまにはね違う店で本を買うのもいいなと思います。前ご紹介した本でも仙台で旅行した時に買った本ですよってことをご紹介したんですけど、
やっぱりタフテンで旅行に行った時の思い出の一つとして、こういう形に残るものを買うのもいいかなと思います。やっぱりチョコレートとかだと食べ終わったらもうなくなっちゃうんですよ。で、記憶にねずっと留めておけばいいんですけど、でもそれって難しいっていうパターンもありますし、こういう風にもう物として手元に残るものが一個でもあるといいなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はここでおしまいにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。キヨでした。